太陽さん NG です今 雲に入ってしまった。ちょっと太陽さん待ちです。寒い寒い。どうも、アイジュース。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。ちょっと不思議なね、画角でお送りしておりますが、毎年1月1日はですね、私1年の目標を掲げて動画で発表させてもらうというのを、青空の下で撮るというのがね、なんとなく好きというか、こう自分の中で一個こう儀式的なものがありまして、で今撮ってるんですけれども、いつもは車でちょっと走ったところにある土手で撮ってたんですよ。ただ自分群馬県に住んでるんですけど、今日風が強すぎてちょっとですね厳しい、はい、っていうのと、そこの土手結構人が歩くので、そう毎年いっぱい撮り直してやってたんですが、ちょっと今日は土手に行かずに自宅のベランダで撮ろうと思って、この画角でお送りしてます。ベランダにねこう椅子を座って喋ってるわけなんですが、でもいい青空ですよね。すごいいい天気なんですよ。風は強いんですけど、はい、ではね、今年も2020年の目標発表していきますので、どうぞ最後までお付き合いください。では早速ね、発表していきたいと思います。今年はこちらです。ドンっつってね、ちょっと光の反射ありますけど、1つ目、チャンネル登録者200万人でございます。でこれはですね、私事なんですが、今年活動10周年を迎えます。一種のミレニアムイヤーだと個人的には思っていて、で今多分チャンネル登録が166万と表示されていると思うんですが、なのであと34万人、あと、7にちょっとかかりそうなので、実33万とちょっとなんですけども、これを伸ばしていきたいと。でもちろん今年じゃない、去年一昨年の伸びを考えれば達成できない目標ではないんですけれども、ただまあね、毎年そうやってずっと順調に伸び続けられるチャンネルではないので、結構個人的には頑張んなきゃまずい目標、その楽な目標ではないと思っている。ただここまで来たので達成したいんですよね。去年、おととしか、チャンネル登録100万人行かせてもらった時にも、初期の頃、無理だって言われてたんですよ。授業動画で10万人も無理だってすごい周りに言われてて、でもこうやってありがたいことに160までね、行くことができたので、授業動画だって200万いけんだぜっていうところは見せていきたいんですよね。それをこの10周年で達成できたら、俺かっけえなって。なるかなと思って、この目標はまず1番目です。毎年数字の目標を絶対1個掲げると決めてるので、今年の数字の目標はこれです。チャンネル登録者200万人ですので、ぜひ皆さんもお力添えをよろしくお願いします。そして2つ目が先生紹介の動画です。でこれはですね、私、ここ近年ずっと思っていることが、学校の先生の社会的地位を上げたいなっていう、生意気なんですけどね、でもすごいそれを思っていて、やっぱりこう学校の先生ってなんだろうな、こうやらかした方がニュースで報道されるし、でブラックな、ね、印象もすごいついちゃって、いろんなその教師のバトン問題とかで、だからなんか教師っていう仕事自体が良くないものみたいなふうに思われるし、学校の先生なんてっていう方も多くなったと思ってるんです。でもいや、もちろん先生なんて日本にも何万人っているわけだから、何十万かっているわけだから、変な人もいますよそれはね。でもそれは多分大企業とかでもそうなんですよ。働いてる方が多く、母数が多くなれば変な人はいるので、でも自分がこうお話をさせてもらったりする先生も校長先生もめちゃめちゃ素敵な方多いんですよ。もう子供たちのために何ができるのかって人生かけて考えてる方とか普通にいるんですよ、綺麗事じゃなくて。でもそういった方の情報って届かないじゃないですか、実際みんなにも保護者の方にも。でそれを届けられるのって絶対テレビじゃやんないから、そんなこと自分じゃねって思ってて、いや生意気でごめんなさい、でも多分 YouTube のチャンネルでそれをやっても一番違和感ないのってここだと思うんですよ。そうだから、それがもう2年3年前ぐらいからそれをやりたいと思ってて、急に方向転換できないから、だから去年学校の先生とイベントやったりとか、先生とのなんか動画っていうのをちょっとずつ、例えば対談動画とかね、増やしていって、で少しずつこう見てるみんなにとって違和感がないようにしたくて準備をしてきたんです、これでも。でそれはやっぱり今年かなって思ってて、そうだからひとまずこれってね、いろんなね、こう簡単じゃなくって、例えば動画投稿しても、例えばみんながさ勉強動画を求めてる子からしたらさ、そんなん撮らなくていいから勉強動画撮れよって思う方もいると思うのね。でも
子どもたちのね、学生のみんなのことも支えたい。でも先生たちが生き生きと授業できるようになったら、その授業を受けている子どもたちが結局幸せになると思うよ。そう、俺は子どもたちの幸せが全てだから、そこしかベクトルがないの。もうなんかさ、ターニングポイントに立ってどっち迷うなって時は、子どもたちにとって有益なのどっちなんっていうところが全部全てなのね。だからそれを考えた時に、先生の社会的地位、先生が働きやすくなることって絶対必須だと思うよ、これからの日本にとって。だからまあこれをすることによってね、そこがさ全然、まあ、大した何らかの制度を変えるわけじゃないから大した影響力が出ないかもしれないけど、でもこういった細く、なんだろう、ちっちゃい積み重ねがすごく大事だと思うのね。そうなので、これが2つ目の目標、今年は絶対に動く。まあちょっとオミクロンのことがあってちょっと怖いんだけど、でも必ず1本で、1人でいいから必ずこの2022年で絶対やる。そしていい動画にする。先生、出ていただいた先生が、あ、こういう先生もいるんだってみんなに思ってもらえるような、保護者の方にもね、っていう動画にしていきます。必ずやります。見ててください。そして3つ目です。やっと発表ができます。卒業ソング&サプライズでございます。実はですね、去年の年末からずっと動いてたプロジェクトがあって、私が今36なんですけど、36年間で一番お金がかかるプロジェクトを今動かしてて、それが卒業ソングの制作です。今卒業ソング作ってます。あの、作詞は自分が担当するんですけど、作曲はですね、まだちょっと言えないんですが、今までその作られた曲を言ったら、きっと皆さんも知ってる曲が絶対あるような、すごい有名な方にお願いすることができて、でその方に曲を作っていただいて、でこれはプロモーションビデオも作ります。 PV もで、 PV もですね、皆さんえって思われる方だと思います、きっと関わってくださってる方がね。で本気で、まあ、お金をかけるのが本気だと思ってないですけど、でも本気で作る、 YouTuber がなんかノリで作ったとかじゃない、本気で卒業式で歌ってもらえる曲っていうところを目指して作ります。でこれを今年の3月、今年の卒業生ですね、みんなが卒業式を迎える頃に PV を投稿します。そしてこのサプライズっていうのは、卒業ソングを投稿することと、実際に来年の、今年は間に合わないからね、来年の卒業式もしくは三層会とか3年生送る会とかのイベントで学校で歌ってもらう、1校でいいから歌ってもらうのが目標。そしてサプライズっていうのは、まあ、これ言っちゃってるからサプライズなんないんだけど、先生呼んでください、私交通費とかいらないんで、1円もいらないんで、呼んでその生徒さんが実際に歌ってるところを見に行かせてください。もしね、そこをその動画で撮れて交流してるシーンとかも撮れて動画にできたら嬉しいですけど、私の思い出にもなるので、まあ、そこは必須ではないので、ただ、うん、卒業ソングを作るので、それを実際に歌っていただくこと、そして学校に訪問すること、これが3つ今年のメインの目標となります。そしていつも掲げてるね、全員合格、うちに、動画を見てくれてる方を全員合格させる、それを願うっていうの、あともう1個は支えるっていう、まあ、このキーワードですね、支えるっていうキーワードと、こっちに映ってるかな、ごめんなさい、ちょっと光がね分からなくて、どこだ、あ、ちょっと薄いですね。これ感謝の気持ちってあるんですが、2022テーマが感謝だと思ってます。私にとってこの多分キーワードは1年間すごく大事にしなきゃいけないワード、感謝っていう。でこれは感謝っていうのも、みんなに感謝の気持ちを伝えていくとか、感謝の思いを持っていくとか、もちろん全部含めてるんですけど、大きな意味でこの感謝っていうワードがずっと頭の中にこびりついて生きていくことが、多分今年の私にとって鼻水出ました大事かなと思ってますので、今年はこの目標で頑張っていきます。ぜひあの、この卒業ソングとかもその時にもすごい言うと思うんですが、多分皆さんに拡散をすごいお願いします。でこの卒業ソングは、もしちゃんとね、こういろんな方に届けるようになったら、なんかカラオケとかで歌えられる可能性もないことはないらしいですよね。で本当にね、本気でやってるプロジェクトだからこそ、多くの方に届いてほしいなっていう思いがすごくあるので、その時はぜひよろしくお願いします。ということで、新年一発目の動画、まあ、投稿してるのはね、受験対策投稿してるんですけど、撮影はこれが一発目でございました。皆さんもよかったらね、ぜひあの1年の目標掲げてみてください。それを目に見えるところに貼ったりとか、スマホのね待ち受けにすると、そうすると自分がその1年何を、どの道をベクトルで目指してるのかっていうのがブレなくなります。これすごいおすすめなので、こう言語化して貼っておくっていうのは、
よかったら皆さんもやってみてくださいということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。そして2020年、さらに前に進んでいく姿を見せていきますので、ぜひついてきてくださいっていうのもおかしな話ですけど、一緒に頑張りましょう。はい、2022が終わった時にお互いにいい1年だったねと言えるように私も頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。